みちです。よしです。よしみちです。はい、じゃあ今日は僕たちのカバンの中身を紹介していきたいと思います。前回はお泊まりだったから、ね、今回は日頃のカバンの中身をちょっとみんなに見せていきたいと思います、はい、じゃあ最初は僕からいきます。で、僕普通にプライベートだと本当にカバンがこれぐらいだから、確かに今日は仕事用のカバンの中身を持ってきました、うん、お仕事の費用の、うん、でちょっとこれはあのカバンはバーバリーのやつなんですけど、すごい僕が持ってるカバンの中で2番目に大きい、お仕事用ですごいちょうどいいサイズだよね。道ともそれなのこれ。そうなのいつもかぶるよね。ね、でまずは帽子、うん、で冬はヘッドフォンです。まあわかる、ね、夏は暑いからイヤホン、ね、しちゃうんだけど、冬はヘッドフォン、これも道とお揃いです。で、次がこれですね。これは筆箱でカラフルの あの皆さんがくれた筆箱なんですけど、うん、誕生日プレゼントで中にはペンが入っていて、お仕事の時のメモとかを取るようにやって、かわいい OL ビジネスマンみたいじゃない。だって OL だろ、サラリーマンでしょ普通は。かわいい OL みたいな。でこれ見て、アクセサリー。やだ、かわいいじゃない。これ、みちさん気持ち悪くない、ハートの中にいるって。でもハートしか選択しなかった。そう、これ照明写真をこうやって作ってもらいました。かわいい、でもやっぱハートがいいよ。いい、これ The for Idol っていうお店、うん、で作れるんですよ。これが誰でも作れます。で次はこれ、これもみちとお揃いのフィルムカメラ。そう、これは私がヨシに代わった。ヨシは壊れてないんだっけ。壊れて、あ、フラッシュが壊れちゃったかも。あ、そうだそうだそうだ。これ持ち歩いてます。めっちゃいい、お揃い。あれ、絵がふわふわで可愛いよね。そうそうそう、結構なんかふわふわつるみたいな絵が撮れます。次がサングラス。結構いっぱい持ってるよね、お仕事の。そう、大きいカバンだとなんか何でも入れたくなるね、うん、なんか心配性だしも本当は。これ可愛くない。可愛い、可愛いよね。可愛い、もうこれ結構買って、あ、でも今年買ったかも、もしかしたら。確かに、ちょうど1年かも。意外と、これすごいお気に入りで、あと財布、財布はディオールの使ってます。かわいい、うん、本当にこれだけは本当絶対なくしたくないのお気に入り。もう財布3、4回なくしてる今まで。これだけは絶対なくしたくないです。三つ折りなんで、すごいちっちゃいカバンとかにもいっぱい入って本当にお気に入り。で、あとはあのこれですね。これはイソップのリンスフリーハンドウォッシュ、うん、これあれ、テプカジェルみたいなもん。すごいいいよね、私も持ってますよ。ご飯前とか、はいはいはい、いろんな時に最初塗った時アルコールのようなペッパーするんですけど、うん、ちょっと経つとイソップのあの香りがします。確かに、おなじみのね、 TikTok かおなじみの匂いがします。これだから本当にお気に入りです。はい、しかもこのサイズがすごいよね。確かに確かに。で、今冬でめちゃめちゃ乾燥で、僕すごい乾燥肌なんで、このイプサの美容スティック、これあの外でこうやって気になるところに塗って、うん、あのすぐあの保湿、すごい保湿力高くて、これお気に入り。ここはこれで終わりです。おー、え、マイもすごい活用してる。そうなの、ちゃんとちゃんと、うん、で、あとは、これはあのアクセサリーを入れていて、その時のあの衣装とかに合わせれるようにいろんなアクセサリー入れていて、でこれがフレットの、ブレスレットですね。ブレスレットあんま持ってないんで、結構唯一のやつです。お化けふざけないで本当死んでもらうよ、本当に厳しいバスがで、これが、占い師さんに買った方がいいって言われた石を買って自分でネックレスにしたやつ。これいくら石？大丈夫、みんなあの大丈夫だ、これ250円だから。かわいい。で、占い師さんに買ったって言われたらみんなびっくりするから、大丈夫、250円なんで、これちなみにモリオンっていう石です。あー、なんかヨシが、ヨシがいっぱい食う、ヨシからモリオン、だからジャケを飛ばすらしい。で、これはすごい思い出があって、これはミチとキミオくんとあのパリにディオールのコレクションに初めて見に行った時のコレクションの時のネックレス。あー、そっか、思い出深いね、これ。ごついのすごい可愛い、かわいい、しかも白で、ディオールの可愛い、結構よし、これつけてる印象ある。そう、すごいリピートしまくってるぐらいかな。あとはまあいろいろな、まあいろいろその時その時に対応できる。そうそうそう、これすごいね、なんかこれボッテガベネタのこういうなんか、はい、あるよね、なんか占いおじさんって。そう、占いおじさん、かわいいじゃん、これいいじゃない、早く下げて待っ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 てよ待って待って、もうないかな。あとは本当にさ本当にあの目が悪いんで、コンタクトレンズをいつも持ち歩いてます、うん。
なんかあの瞬きした瞬間に今度飛んだりするの乾燥しすぎて最近はだから絶対持ってます。確かにヨシ結構目で結構困ってるイメージある。そうなんだよね。しかも予備は絶対必要で、結構あのつけ忘れて家出ちゃったりすると見えないままお仕事とかその怖いんで持ち歩いてます。で以上かな。ほら本当に以上だよ。あ、本当だ。ありがとうございます。それではご退場いただきまして、はい、続いて私のカバンを紹介したいと思います。これはディオールのボビーっていうカバンなんですけど、私にしてはちょっと珍しく大きいカバンです。でもこれもボビーの中も3サイズあって、これよりちょっとちっちゃいやつとこれともっと大きいやつがあるんですけど、その真ん中のサイズになって、私にしてはすごく大きいので荷物が絞れなかった時のお出かけ用にしてます。今まで本当にシルバーアクセサリー以外見えてなかったんですけど、結構ゴールドのアクセサリーをつけるきっかけになったカバンで、最近ゴールドの方が多くなりました。かわいい、うん、後ろすごいかわいい。そう、本当にかわいくてしっかりしてるんです、ね、後ろもかわいいのすごいでしょ。金具とかも全部かわいいんですよ。はい、ということで中身を紹介していきたいと思います。仕事用、プライベート用、結構これ遊びに行く時用ですね。私はイヤーポッツを絶対に持ってて、でもっとちっちゃいカバンの時はもうイヤーポッツも入らないんで耳にヘッドホンかけてます。こういうことちょっとやってみよう。やめて、本当に弟って嫌ですね、上げ足を。私はこういうことで、私は荷物が多い、耳にヘッドホンかけて出かけています。はい、ありがとうございます。はい、続きましては私のお財布です。お財布はちょっと領収書でパンパンになってしまっているという恥ずかしい事態が起きてるんですけど、普段のを使ってます。ね、かわいい、ね、かわいい、すごい。この金具がすごいお気に入りです。最近こういうのでやっぱゴールドのものがすごくかわいいなって思います。キラキラしてるんだね。そうそうそう、すごいかわいいの。私も今まで三つ折りのお財布を結構使ってたんですけど、かわいくてちょっと大きくてもなんかいろいろ入るのでこのサイズにしました。でもちょっと長財布はちょっとしばらくまだ手が出ないかもしれないです。大きくて、これ大きいんだ。結構ちょっと自分の中では大きいです。続きましてはお化粧ポーチです。この子入れるか。そう、このポーチ、このポーチ何、これはなんかミュウミュウのポーチです。ポーチの中身はいつも、普段は多分こんなに持ち歩いてないんですけど、これは絶対入ってます。 CCE のグロークッションソフトヌード2番のちょっと暗い方のツヤの方のファンデーションとクッションファンデと、あとリップはだいたい 1,2 本くらい持っていて、だいたいオレンジ系を、オレンジ系の日はオレンジ系を2本、ピンク系の日はピンクとか赤っぽいのを2本持ってます。これはちょっといっぱい使ってるライキーっていうシリーズなんですけど、ライキーのこっちがちょっと赤っぽい色で、こっちがちょっとオレンジっぽい色で入れてます。あとはなんか結構その時その時によって違うんで、あとこのスタイルナンバー 3CE のピンクとオレンジっぽいのが入ってて、あとは、まあ、これは私にしてはちょっと珍しい色なんですけど、すごいなんか自分の唇が可愛い女の子風のそういう演技をする時の難しい、なんか口紅の色が自然と可愛い子いるじゃん。 なんかこのピンクもすごいシャネルお気に入りです。あとは、まあ、今日結構本当に入ってるすごいアベンヌのこれも絶対入ってます。これは保湿のリップです。私結構唇が弱くて入ってます。弱いね、シャバイ、ここまでのリップになっちゃう。そう、あの時は本当リップができない。あとはディオールのアディクトリップティント、これもすごい好きで、これもちょっとベリー系の色かな、すごい可愛い。このシリーズいいよね。このシリーズ本当大好き。あとは 3CE の濃い方のオレンジ色です。マルーンです。マルーンくん、違うかもしれません。違うかもしれません。でもマルーンくんです。だいたいこの中から2本ぐらい、でも結構お出かけメンバーです。お外にいる子たちです。多すぎじゃない？普通にリップ多すぎじゃない？俺がそれさ、ここら辺とかなんかこの3色一緒じゃない？ちょっと待って、違うの。お前は目が大丈夫なのか。あのね、違うんだ。じゃあコメント欄にも聞きたい、これは全部同じなのかって。確かに似てる。同じではないよ、分かるよそれは。でも変わらなくない？あのね、保湿感とかも違うの。ちゃんと発色してほしい時はこの 3CE のリップを塗るとか、ちょっと乾燥とかしてきたけど色も欲しいってなったらこのライキーのリップとか。何のための保湿クリームなの？ですね、まあ、とにかくこの中からまあ2本ぐらい、ここはお出かけメンバーはい、こんな感じです、私のカバンの中身は。終わり？はい、こんな感じです、私のカバンの中身です。まあこんな感じになりました、私のカバンの中身です。じゃあ座っての。はい、なんかもっと入れないよ。あ、まあでもお仕事の日は確かにもうちょっとその時その時のお仕事に合わせてもうちょっと入れます。これはちょっと私お友達とお出かけみたいな感じのがテーマなんで、こういう可愛い感じになりました。はい、は
はい、以上僕たちのカバンの中身でした。以上、みちとよしあきでした。バイバーイ。バイバーイ。